こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病になる要因の一つに、子どもの頃の親子関係で作られたパターンということが左右していることもあります。例えば完璧にしないと許さないというような教育を受けていたら、これは非常に自分を追い込むということになりますよね。で、何をやってもダメ出しされたという経験があれば、自分で自分をダメ出しするということが身についてしまったりします。あるいは頑張って結果を出さないと認めてもらえない、愛してもらえないということが子ども時代にあったりすると、大人ってかもそれを知らず知らずやってしまうということがあったりしますね。このように自分自身の心や体に負担がかかりすぎるような心の習慣、心のパターンというものが身についてしまうということがあるわけです。ただこれはパターンに過ぎませんので、意識的に取り組んでいけばある程度の時間は必要ですけれども、変えていくことができます。変えていく方向性は基本的に自分の心や体の負担が小さくなるような、要は自分に対してより肯定的で、周りに対しても過不足なく肯定的でいられる、で嫌なことは嫌と言っても構わないというようなことも含めてですね、そういった柔軟性のあるより肯定的な状態っていうところにパターンが変わってきますと、うつ病っていうのはぐんと軽くなりますし、再発リスクも小さくなっていきます。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。